子供戦争博物館は2017年にサラエボで開館した歴史に関する博物館。戦時下の子供たち博物館、戦場の子供時代博物館などの日本語訳もある。ユーゴスラビアで起きたボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の当時に子供だった人々の記憶や品々を収集、展示して開館した。開館後は他の地域の戦時下の子もについても収集を進めており、 平和構築のための活動を行っている。艦長は、ヤスミンコ・ハリロビッチ。1992年から1993年の、当期のサラエボの子供たち1991年に、始まったユーゴスラビア紛争によって、ユーゴスラビアの各共和国で戦闘が起きた。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボが、サラエボ包囲と呼ばれる攻撃を受けた。 盆地の都市であるサラエボは、周囲の丘陵から、戦車や迫撃砲、狙撃兵に攻撃された。砲撃は多い時で4時から22時まで続き、1日に、千数百発を超えた。この攻撃で1万千人以上の市民が死亡し、そのうち子供は千六百人以上いた。食料、水、電気、燃料が不足し、住まいを失った人々は、 サライボンを脱出した人々の空き部屋などに住んだ。紛争開始後の1992年4月に学校の校舎は閉鎖され、中等学校やギムナジウムは難民の住居になった。あらゆる施設が標的となり、公園への砲撃で親子が死傷することも起き、子供は戸外での遊びを禁じられるようになった。メインストリートはスナイパー通りと呼ばれ、子供も狙撃兵に狙われた。 スナイパーが狙っている通りを友達が走って渡ろうとしていたんだ。母親は髪を逆立てて見守っている。それを見ていた二人の男が賭けをしていたんだ。彼が生き残れるかどうか。マヒル1978年生まれ子供が街を出歩くのが危険であるという判断もあり、市民の住居を借りて階段や地下室で授業が続けられた。授業の長さは、 その日の砲撃の激しさで決められた。サラエボ市民は、包囲攻撃を受けながらも以前からの日常を維持しようと生活し、それまでの衣服や通勤、誕生パーティーや結婚式、コンサートや演劇などを続けた。砲撃を受けると、ジョークを言って、笑いに変えることもあった。水を汲むための行列。子供もポリタンクを持って、水運びを手伝った。 この博物館の館長となるヤスミンコ・ハリロビッチは4歳から8歳にかけて法医科で子供時代を過ごした。ハリロビッチは当時を振り返り普通に暮らすことが戦争に対する抵抗だったと語っている。ハリロビッチは2010年にサラエボをテーマにしたブログを始めて書籍化され、同じくサラエボを撮影した写真付きエッセイも発表した。ハリロビッチは 戦争に巻き込まれた子供をテーマに指定できることを考え、サラエボ方囲当時に子供だった人々の声を集めることにした。募集は2010年6月から始め、最も鮮やかに覚えていることを160文字以内で送ってくれるように頼んだ。呼びかけによって、1974年から1992年生まれの人々から1500以上のメッセージが集まった。 紛争をきっかけに国外に移った人々も多く、投稿の約20%は国外からだった。投稿に多く含まれていた言葉には、ランチパック、パン、友情、つるぶ、米、愛、死、迫劇団や砲撃、地下室、遊びに関する語、恐怖などがあった。このプロジェクトは、僕たちは戦場で育ったという題名で書籍化された。この書籍の日本語版は、 作家の角田光代が翻訳を行い、サラエボ出身で元サッカー日本代表監督であるイビー・サオシムが解説を寄稿した。ハリロビッチは、包囲当時のものも保存されていることに気づき、それらを集めて博物館を作ることを考えた。これが子供戦争博物館として実現した。人々の記憶だけでなく、当時のものもたくさん保存されていることに気がつきました。それらも、 より多くの人に見ていただけるような場所を作りたい。それらを見れば、どんな戦争だったのか、どんな子供時代だったのか、よりリアルに理解していただけるはずです。本はサラエボに限った内容ですが、戦時下の子供たち博物館は、ボスニアの記憶として共有したいと思っています。博物館のプロジェクトは、人類学者、心理学者、歴史学者らの協力を得て、 紛争当時のボスニア・ヘルツェゴビナで子供だった人々から3000点以上のものと体験談を集めた。その後、2017年1月28日に正式に開館した。紛争当時の記憶を留める手紙や写真、道具類、人道支援物資など様々な品を所蔵している。収集は国際博物館会議の基準に従って行われ、寄贈にあたっては日付、 品の説明、人物の名前が記録される。常設展を元にした巡回展も行っており、オーラルヒストリーのインタビューや35人から40人の体験談や品を展示する。会場に合わせて屋内と屋外の両方で開催できるポップアップ展覧会も行っている。紛争当時の体験を語ってもらい、音声や映像としてアーカイブを保存している。 家族生活や難民としての生活、危険な体験、学校や友人の思い出、失ったものなどが語られている。質問は医療人類学者、歴史学者、子供の権利についての専門家、心理学者によって注意を払いつつ作成され、体験を語る前にインタビューフォームに記入する。質問形式は約200項目の選択式と自由形式がある。 体験の収録にあたっては、オーラルヒストリーの手法を使い、体験者が激しく動揺したりしないように行う。博物館は、戦争の記憶を人々に体験してもらい、次の戦争を防ぐことも、目的としている。ハリロビッチは、アンネ・フランクの家などの施設とも協力をして、戦時下の子供への支援を考えている。シリア内戦の下で暮らす。 子供たちの戦争の記憶と品なの収集も行っている。ワークショップは平和の重要性を伝える内容で、子供の権利、共感や連帯感、相互理解を養うように考えられている。年間5000人が参加し、小学3年生から中学4年生までの年齢層、別にコースがある。大学生を対象とする見学会も開催している。スタッフがガイドツアーを行っている。 子ども博物館の開館記念ウィークには、聴覚や言語障害児童を支援する団体の協力を得て、手話通訳付きのガイドツアーを開催した。図書館が併設されており、来場する子どもたちが創作した作品を展示するスペースを兼ねている。展示の様子。約350点の戦争の記憶が集まり、そのうち約50点が常設展示されている。 すべての展示物には保存してきた人々の体験がついている。例として以下のようなものがある。人道支援団体から子供に配られたプレゼントに魔法の杖と呼ばれる玩具があった。もらった子供はこれを使って戦争が終わることを願った。包囲されていた皿ボ市内で水や薪木を確保するのは危険が伴った。ロボットの玩具を見ながら 水や焚き木を運んでくれることを願った子供もいた。医師になった人物の思い出の品として治療ごっこに使っていたバービー人形がある。自分におもちゃがないことを嘆いていた時に近所の老人からプレゼントされた。自作をした熊のぬいぐるみや網ぐるみ、ブランコもある。紛争当時は爆弾の破片を玩具にしたり、木製の銃や使われていないガ器を玩具にして、 戦争ごっこも行われていた。圧力釜から作られたオーブン。豆、マカロニ、米、もみ殻のパンなどを作るのに使用し、暖炉代わりにもなった。当時は食料不足により、マカロニや米を使う食事が増えていた。圧力鍋でパンを作ることは多くの家庭で行われていた。親の仕事用カバンを通学用に使ったものが展示されている。 このカバンで通学をしていた子供には、秘書官というニックネームがついた。支援物資の中には、リンゴやレモンなどの形をした鉛筆削りがあり、それを果物と思ってかじった子供の歯型が残っている。父親が購入した香水を、亡くなった後も父親の香りとして持っていた。母親とレバノンに逃れた時に瓶が割れてしまい、中身を移し替えて保管した。当時着ていた、 日常の衣服、負傷をした時に被っていた穴の開いた帽子、合唱団のユニフォーム、ギター、バレエのトゥシューズなどが展示されている。当時に卒業式のドレスを作る予定だった記事は使われずに記事のまま展示されている。友達と撮影した写真、ノートに描いた絵、包囲中に他の国から届いたペンフレンドとの手紙など、雑誌の新刊が手に入らなかったため、 自分で雑誌を作る子供もいた。電気のない時に使う太陽光充電ラジオ。法以下のサラエボは電池が不定したため、加熱した塩水で電池を充電することも行われていた。チケットやフライヤー、プログラムなど。法以下でもロックのライブや、サラエボ交響楽団のコンサート、展覧会、映画の上映、演劇などが行われた。演劇は特に盛んで、 150以上の舞台が上演された。塩、歌詞の包み紙、缶詰など。イカール缶詰は猫ですら食べようとしないと言われるほど味が不評で、後にサラエボ市内に記念碑が建てられた。ランチパックは国連難民高等弁務官事務所などの配給で、中身は主にアメリカ軍から送られたレーションだった。ハリロビッチの書籍には子供時代の記憶として、 支援物資のランチパックを書いている投稿も多い。古いものには、ベトナム戦争時代のビスケットもあった。博物館は、開館前から注目を集めた。2016年5月6日から10日間開催されたプレ展示会では、雨天の中で数百人の行列ができる盛況となった。2018年、ハリロビッチはホーブスが選ぶ30歳未満の30人に選ばれた。同年には、 欧州年間最優秀博物館賞を受賞した。個人の力強い物語と、その物語に関する品々を通して、平和、和解、文化的多様性の価値を唱えていると評価された。ありがとうございます。